はい、始まりました。はい、本日のね、もうお飲み物コーナーから始まってるけど、毎回ね。今回ね、いつもジュースばっかりなんで、はい、今日はあったかい紅茶をね。そうです、私がちょっと今回は、うん、チョイス、うん、やっぱりね、何事もエレガントってのは、そう、確かにね、エレガント、はい、エレガント、なんで言い返したの？言い返したね、言い直したんだろう。こちらの紅茶あれですね、うん、有名な、まあ一応フランスの紅茶のジャンナッツっていう紅茶のやつなんですけど、俺イングリッシュティーだと思ってた。イングリッシュとちょっと違う。ああ、そうなの。これフランスの紅茶なんですよ。あ、そうなの。うん、エンゲルスとは違う。エンゲルスとは違う。オフランスなのね。オフランスの紅茶で、はい、まあニャンコの描いた感じのパッケージ、すごくなんか可愛らしいんですけど、えぐみが一切ないです。そうなの。そうです。いただいてみよう。はい、どうぞどうぞ。えぐみ一切ないです。うん、うまい。すげえ適当に言ってる。いや、すげえ適当に言ってる。いや、本当美味しいです。皆さん美味しいですからね、これ。終わってしまった。いや、ほら、紅茶とか、はい、お茶好きだから、だね、もう一口飲めばね、うん、いいものか悪いものかって一発でわかりますから。なるほどですね。うん、まあ、これがジャンナッツ。そうそうそう。美味しい。はい。はい。あ、そういうことだったの。以上です。これで終わりです。はいはいはい、緑茶アットレイディオ、レイディオ、そうですね、ちょっとフランス語に行ってみたら、ああ、なんでしょうフランス語でレイディオラジオってどうなんなんでんだろう。めっちゃすごいふりをしたけどね、もしラジオラジオでいいんじゃない、ラジオね、うん、緑茶とラジオ、ラジオね、レディオ的な感じで、わが知らねえ俺自分で振っといて何それひどいことなってんだけどまあね、はい、今回あれですよ、前回は旅行をテーマにしてきたわけですけど、ああ、まあね、はい、ね、緑茶さんの大冒険から始まり、はい、渋谷のそうあのてん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 さあ、ここで、はい、バス旅行の、まあ、やっぱり、珍客っていうんでしょうかね。あ、まあ、その光景っていうんでしょうかね。そうだね、バスの中で見かけたね、面白い光景、エピソードですね、うん。それをちょっと話してて、ああ、時間がって言って。そうだね、時間が来てしまいましたね、前回。残念だったな、みたいな感じでね、終わったわけですけど。腹立つ終わり方は、ね。腹立つ。ダメだ、このラジオで終わってたんだけど。ひどい終わり方をしたわけですよ。はい、はい、うん。今回後編でございますね。後編でね。さあね、前回の続きを、ね、前回の続きで緑茶さんが、まあ、はい、そうですね、バスの中で遭遇したとのね、面白い光景ですね。そうだね、それをね、はい、話していきたいと思いますけども、はいはい、まあこの間はね仙台初の話をしたんで、そうですね、そうですね、今回ね東京初の話、はい、東京初、うん、東京からね出発した時のはい、はい、エピソードをね、うんうん、話したいと思います。今まあ自分がね大体乗るバスっていうのは、はい、まあ仙台から新宿、新宿仙台っていうパターンが多いんですよ、うん、そうですね、今ももうほとんどそうですね、うん、はい、まあ当時はねもっといろんな方向あったんだけど もう、ね、まあそうですね、新宿がね便利だったんで、今なんかもう新宿なんかにほらあれじゃないですか、もうバスタ、そうバスタできたからっていうのができましたら、そう、あ、それできたから、ね、はい、集約されてね、それ便利になりましたけども、はい、当時はねもっとすごい狭いね新南口のねどっからね発着してたんで大変だったんですよ、はい、まあその当時の時代の話ですよ、はいはい、でまあバスにね、はい、まあ、いつも通り乗ろうと思ったわけですよ、うん、仙台駅のバスですよ、はいはい、でまあ弱気はしてたんですけども、はいはい、まあそのほらその便とかその日によって、うん、水で時ってあるんだよね、あー、うん、あるあるある、で一応そのバスの予約状況を聞いて、うん、バスのね、その隣のほら、できるだけ隣の席ってさ、空いてた方が楽じゃん。空いてた方がいいですね、うん、やっぱね。だから、うん、一応聞いたのね、今日混んでます、うん、はい、うん。で、ほら、混んでなければ座っていいです。ね、もし他の人が横に座ったら、空いてる席座っていいですよって言われるパターン多いから、はい、事前に聞いたら、うん、今日満席ですと。うん。空きありませんって言われたのね。あ、そうなんだ。じゃあ今日は
今回はねすごいキツキツのね、うん、しかも4列シートだったから、うん、ああはいはいはい、はい、あちょっと狭い感じで帰るんだなっては覚悟したんですよ、うん、はいはい。でまあほら案内でね、うん、間もなくね仙台行きのバスが入ってきますので、はい、あの皆さん乗車何番口にお並びくださいみたいなアナウンスが流れたわけですよ、うん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 、で待ってるわけですよね、はい。でもまあ満席って言えばさ、大体あれ何人だ、30人が40人くらい乗れるはずなんですよ。でも並んでる人さっぱりいないのね、うんうん、でもほら、まあ、ギリギリに来る人もいるから、うん、そうですね、うん、じゃあ、まあ、みんなギリギリに来るんだなと思ってたの、はい。でまあバス来たんで乗ったのね、はいはい、そうだっけ、俺と女の人2人しか乗んないの。あら、あらららら、あれと思って、うん、で運転手もね、うん、あれ今日満席のはずなんだけどなとかって言ってんの、うん、でほらあの係の人は話をしてる、はいはい、なんか話をしてるわけ、はいはい、でもさ、でもやっぱ2人しかいないのね、はいはいはい、そしたらなんか話を聞いたら、はい、その日の予報って雪予報だったの、うん、はあ、はあはあはあ、急遽、はいはい、急遽雪予報になったので、うんうん、前の日に、はい、でも晴れだの、はいはい、そしたらなんかいろいろ話を聞いたら、はい、雪予報になることでみんなキャンセルしたんだって。ああそうなんだ、うん、でいやそれでみんなキャンセルして乗ってんの2人だけなの。うわね、ひどい、ひどいでしょ、うん、でも2人だから、あ2人だったらじゃあどこでも座り放題じゃんと思って、はいはい、でその状況だよ、うん、その状況なのに、うん、俺とその女の人、はい、隣合わせの席、そんなバカな、ほんと全員キャンセルしてついでんのに、なぜかその隣同士の2人がキャンセルしなかったっていう、ひどい。でまあそれはね、あの運転手さんに言って、まああの誰も飲んだからさ好きなとこいいですよって言われたけど、でもさその確率ったらさ、ね、ないでしょ。ないね。30人40人キャンセルして、うん、で残り2人が隣り合う確率ってどんだけの確率よ。それあれなんですよ、多分運命の人だったんですよ。運命の人だったそこでやっぱりあの2人ですけどね、隣り合ってしまいましたねっつって、そこからもうほら、うん、あれです、文通の世界に入るんです。文通って何年前の話よ。今だったらその場で LINE のやり取りとかさ、交換動画さ、なるほどね、でしょ今の。まあ当時は LINE なかったけどね、うんうん、まあそういう季節にあったりとか、ね、まあそうですね、全く知らない人たちがこう本当に相手のにかかわらず まともに座るっていうのはさすがにちょっと気まずいですからね。でもね、そのパターンで、ね、もう一回あったの、実は。あったんです。あ、はい、それはね、仙台から新宿行くの。はい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 。で、あの仙台発新宿だから、やっぱり混むのね、普通は。はで、俺は普通に混むと思って、うん、まあ事前に予約しといたわけです。はいはい。で、バス乗ったわけですよ。はい。そしたら、もうすでに隣におっちゃんが乗ってたの。はいはい、はい。座ってたの。で、はい、俺の席、あ、このおっちゃんの隣かと思って、座ったのさ。はいはい。で、座って走ってたら、うん、誰も乗ってこないの。痛い。で、誰も乗ってこないのね。うん、で、うん、で、運転手ね、やっぱり聞いたの。はい、今日混んでんですか、うんうん、そしたら、いや、今日はね、多分これくらいかな。うん、で、まあ一応予約状況としては、うん、まああの俺とそのおっちゃんだけだったんで、はいはい、ただほら予約しないで持ってくる人いるから、うんうんうん、うん、たまにいますね。そう、はい、であの仙台を出発すると長町に寄ってから高速乗るってパターンなんで、ね、はいはいはい、でじゃああとその長町寄って、うんうんうん、あの予約してる人とかあと乗ってくる人いなかったらあとは好きな席に座っていいですよって形で言われたわけ、ね、俺は、ね、はいはいはい、はい、直接聞きに行ったから、うん、でも隣にいるおっちゃんはそれ知らないわけ、はい、うん、ずっと座ってっから、うん、で聞いて椅子に座って、ああじゃあ長町までちょっとね、まあ10分くらいかなと思って待ってたの、うん、そうするとね、おんちゃんも隣に座れるの嫌なんだよね、やっぱり、うん、そうですね、そうですね、うん、しかもこんだけ空いてんのに、うんうんうん、そしたらさ俺にね、わざわざ聞こえるように多分言ったと思うのね、はい、空いてんだよな俺通路側だから暗黙でね、あのこんだけ空いてんだからどっか行けって言ってるわけですよ。なるほどなるほど、うんうんうん、言いたいことは分かる。そう、言いたいことも分かるし、俺も早く避けたい、うん、でもほら運転手さんに長町まで待ってくださいと、うん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 、ね、乗ってくる人いいかもしれないから、はい、それがそれでもう空いてたら
乗っていいですよ。なるほどですね、うん、あほら仙台で乗れなくて切符は持ってるんだけども、はい、うん、長町から乗ってくる人っていだりすっから。そうですね、うん、予約すると基本指定席ですからね。そう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 、だからそれが分かってから移動していいですよって言われてるからね、はい、だから俺はそれは待たなくないなと思って。なるほどなるほど。でもおもちゃ知らないから、うんうんうん、でも俺はほら知らんぷりしてさ、携帯とかいじってたから。で、まだスーツして、ついでんだけどなぁ。わかってるっちゅうねみたいなね。話しかければいいだけの話じゃん。そう。いや、ここですよっていうふうな話をすればいいだけの話なんですけど、やっぱりずっとやっぱり、うん、もう空気読めっていう感じで。そうそうそう。あ、だおんちゃんもね、もう 俺の方にさ、うん、あれ今日すいてますねって言ってくればいいのにさ、うん、わざわざさ、こう、前後さ、キョロキョロしながらさ、空いてんだけどな言ってくるわけですよ。だからさ、いや、俺だって早く移動したいよと思いながらさ、うんうんうん、でもさ、運転手にさ、言われてっから、移動したくても移動できないのとか思いながらもう、はい、言わないよ、はいはい、うん、言わずに、携帯をいじってるわけですよ、はいはい、長町着きましたよ、やっと、はいはい、で、誰も乗ってきませんよ、はい、で、まあでもほら出発してから進むっていうのはさ、揺れっから、うん、で信号止まってからは移動すかなと思ったんで、はいはい、安全のために、ね、うん、シートベルトもしてっから俺、そうですね、うん、でも長い出発したでしょ、はい、やっぱり空いてるでしょ、はい、誰も乗ってこないでしょ、はい、あ、長寿も空いてるなぁ何回も何回も分かってるっちゅうねみたいなさ、何回も言ってくるのね。そう、何回も言ってくるの。いや、だからさ、もう安全のためにバスが止まってから俺は移動しますからと思ってるわけ。そうですね、ね、急停車とかしてね、怪我したら大変でしょ。走ってる間は移動しちゃダメなんだ、ね、移動してダメねって言ったら、やめてくださいっていうふうに言われるからね。言われてるからね、はいはいはい、それは安全のためなんだろうね、はい、だからそれは信号止まるまま待ってようと思って、うんうんうん、そうやって待機してるわけなんだろう、はい、だからもうしつこいしつこい、そのじいさん、しょうがないだろうね、お前以上に俺の方が早く移動してるわと思ったんだね。まあそういうこともあったわけですよ。お疲れ様でございました、ね、本当にね、はい、うん、まああともう一つエピソードあります、はいはい、うん、それはね、やっぱり東京から、はい、あ、まあ東京、新宿ね、新宿からと、あ、ごめんなさい、新宿から仙台にね、うん、行く時のバスですよ、はいはいはい、で、まあその時はね、はい、あ、ごめん、そのエピソード2つあるわ、2つ、ああはい、まあ、うん、で、もう1つ目はね、はい、あの、俺の斜め左前に、はい、やっぱり4列シートだったんで、うん、若いおあんちゃんが2人座ったんですよ、あ、はいはい、で、まあ、完全に他人同士ですよ。他人同士、はい、うん、で出発してからもちろんね、その他人同士だからそんな話をするわけじゃないじゃないですか。そうですね、そうですね、うん、で、まあずっと乗ってきて仙台すぐ直前ですよ、はい、まあ俺もが聞いてたから、うん、どこでどうなそういう話になったかわかんないんだけども、うん、なんかね、お互いミュージシャン同士だったらしいの。ミュージシャン、ミュージシャン、おー、はははははで、じゃあ今度セッションしましょうみたいな話になってんの。あ、すごい面白い感じの話ですね、うん、だそういうこともあるんだなと思って。ミュージシャンと、ね、まあもちろんね、卵だと思うんだけども、うん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 、まあいわゆるギターやってますとか、はいはいはい、そんな感じだと思うのね。あ、多分まあ相手の持ち物がこう目についたんじゃないですかね。いや、何も持ってなかったの。持ってなかったの。あ、うん、基本預けて乗る感じ。まあ多分ね、お互い大学生だったの。あ、はいはい、はい、で片っぽはあの仙台の人で、うん、まあ新宿、東京から仙台に帰ると。なるほどね、はい、でもう一人は東京の人なんだけども仙台の大学に、あー、はいはいはい、はい、でそれで仙台に戻るっていうパターンだったみたいなね、どうも話を聞いてると、はい、でそれでなんかあのいろいろやってるなんかの表紙の話をしてして、お隣ミュージシャンだっての分かって、はいはい、じゃあこのセッションしましょうみたいな感じでね、あ、話がついたわけですよ。なるほどですね、うん、だそういう出会いもあるんだなと思って。やっぱりどこでもそういうふうな出会いっていうのは本当に何かのきっかけで出てきますからね、うん、そう。だもしかすると、はい、まあ分かんないよ、はい、それがゆずなのかなとかさ、まあ分かんないよまあそういうパターンもあるわけじゃないですか、うん、そういう二人組だったりね、うん、そういうふうな、ね、うん、そういうパターンもあんのかなみたいな、うん、なるほど、ね、まあゆずではないと思うんだけどね、はいはいはい、うん、もうすごい前の話だけども、うんうん、まあそういうのもあったなっていう。まあでもあれでしょう、あのこの YouTube の世界なんかでもそういうのありますから、ね、うん、まあね、実際私なんかもやっぱそういう風な感じでコラボもやってますし、うん、ね、これまあ実際これ緑茶さんとはあのあれですかね、もうずっとこの中学校から草連ですから、あ、まあ、そうや草連だからね、あのあれなんですけどもでもこのバスでさ、バスでそれはちょっとそうね、すごいね、ね、それでミュージシャン同士でセッション、
っていうかね、もしかするとコンビになったかもしれないし、実際やってないかもしれないけどね、話だけでね。そういう話は面白いですね。うん、だそういうのもあったし、はい、あともう一つは、はい、まあまた新宿から乗った時ですよ。はい、やっぱりね、俺の左斜め前に座ってた女の人が、なんかあれだよね、うん、なんか緑茶さんコナン君みたいなそうそうそうコナン君行ったら殺人事件みたいなそう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 俺が乗ると何かしらのすごいイベントが発生する時はねまあそういうことがあるわけです。大丈夫大丈夫、はいはい、それで女の人が乗ってたわけです、はい、で出発前に、うん、明らかに彼氏がいるわけで、彼氏が下からこうやってじゃあねーみたいな感じで手振ってるわけ、はいはい、うん、ま、窓越しにね、で、はい、また開かないから、うん、あの、まあ、バーって振ってね、じゃあねみたいなことやりながら出発したわけですよ、はい、で出発して、で当時はまだそんな車内マナーっていうのはその良くなかったので、出発してしばらくして今度電話をし始めた、ああはいはいはい、はい、その彼氏と、うん、で楽しかったねってまたね来るねみたいな話をしてる、でまあでも近いから、はい、うぜえなとか思ってたわけ、はい、うぜえなと思って、はいはい、でしばらく話してから、うん、もう俺もイヤホンしてもう本当は音楽聴かないんだけど、もううるさいからもうイヤホンして寝るわっつって、うん、ね、寝たんだ、はいはい、でしばらくしてそのまあ最初羽生パーキングエリアに、はいはいはい、到着なんでね、はい、到着という休憩なんで、うん、羽生パーキングエリアに着いたわけですよ、はい、それでもまだ楽しそうに話をしてるわけ、おー、ずいぶん長電話で、ね、長電話で小1時間ねしてるな、うん、でまあ休憩終わって、まあ、出発、はい、パス出発したよね、で次那須高原、うん、サービスエリアのパーキングエリアの、はいはい、そっちに着いたわけですよ、はい、でそしたら今度ね号泣してんの、はあ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 、でなんかねもう別れるみたいな話をしてる、え、何があったんですかそれ、羽生パーキングエリアから那須高原サービスエリアまで一体その1時間半で何があったのっていう、ああなるほどね、ずっと電話してたみたいなの、うん、電話の中でまあ何かあったんじゃない、さっきまでね、はい、羽生の段階ではすごい楽しげに話をした、うん、でも那須高原の着いた時にはもう号泣してるわけ、はい、もう別れるみたいな話をしてるわけ、うんうんうん、でまあうっぜえなーみたいな俺は思ったわけ、はい、もう別れたら別れるよとか思いながらね、あれ電話きれいよとかも思いながらね、はい、やってるわけ、はい、でその次はこの国見ですよ、はい、で国見に着いた時に、はい、このどんな状況になってるのかなと思ったら、はい、より戻ってました、あ、まあ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 、まあ、よくある話ですよね、そう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 、はいはいはい、わかりました、より戻ってた、そんなもんでしょう、ごめんねごめんね、私もみたいな感じになっちゃってるわけ、はいはい、もうね、どんだけ電話で長話してんだと思いながらさ、まあ、その内容以前に長話しすぎだろっていう話ね、そう、うるさいだろっていうのもありつつも、うん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 、最初は和気あいあいとね楽しかったね、はい、で途中で破局の危機があり、最後にはよりを戻すと、ああ、もうドラマの展開、そう、ドラマの展開がね、そのまあ大体4時間くらいですよ、うん、なるほど、ね、の中で、ね、はいはい、繰り広げられた、こういうのもありましたね、いや素晴らしい、でもそういうのは、うん、分かりました、でもなんかなんとなくそのね、うん、あのそのカップルの気持ちっていうかね、その、うん、何でしょうかね、あの、まあ、楽しかったなっていう、もうすごいこのね、うん、ハイテンションの情報からだん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 葉っぱ離れていくことで、だんだん寂しくなってくることで、やっぱなんかの不満みたいなのをポロッと言っちゃったりとか、うん、ちょっとね出たんでしょうね、そこでまあそういう風なのが来て、うん、もっと離れた時に、うん、いやまた来たらどうのこうのだよって言って、またふーって復活するっていう、このアルゴリズム的な、アルゴリズム、なるほどね、起伏があったわけ、起伏、ああ、うん、でもいい、ああいい、そういうの話、もう今多分聞いてる女子たちはね、うん、キュンキュン来てるから、キュンキュン来てるから、キュンキュン来てるから、こういう乗ってるこっちの人うざいぜひどい、だってさ、だってずっと電話してんだぜ、そうですね、そうですね、あのもうバスの中で電話してダメですよ、ダメです、ダメです、ダメです、皆さんダメです、ダメですからね、まあ当時はまだ緩かったからね、そういうのはね、うん、そうですね、もう10年くらい前の話ですから、それは今はでもそういうのを、でも LINE とか、そうそうそうね、とかまあ LINE だったりカカオとか、あと他にもスカイプとかいろんなのがありますけどね、そういうふうなものでやり取りするんですか、そうそう、うん、まあ今はみんなね、そういったメールね、そういう的なものでやり取りするからね、もう当時はそういうのあまりなかったから、はいはいはい、やっぱり電話で直接話すっていうのがメインだったよね、いやーすごい、それはちょっと本当感動巨編みたいな、感動巨編、バスのさ、それでさ映画作れんじゃねえかな、作れそうですね、誰か作ってくんねえかな、でさ俺原作原案
三谷幸喜あたり作ったら面白いだろうね。ああ面白そうだね。シュールな作品できてもよ、うん、で俺口出さねえからさ、権利だけちょうだい。ひどいこと言ってるよ。権利だけちょうだい。なんでそんな無茶なことばかり。いやだって原案だもん。ああなるほど、ね、うん、原案原作だからさ。でもいいな、それちょっとお金欲しいなみたいな。ああちょっとね、ちょっとね、やっぱそういうのね、原案をね、うん、あいいかもしれない、いただきたいなみたいなね。なんすか、高速バス物語。いやそれちょっと単純安易だな。なんて言う、バスロマンス。バスロマンス。ちょっと待って、ちょっと、え、バスロマンス。バスロマンス。バスロマンス。ちょっとやばいよね。バスロマンじゃないよ。バスロマンじゃない。バスロマンスだから。バスロマンス。いや、びっくりした。バスロマンじゃないよ。それじゃあ、だって入浴剤だもん。何言ってんのかな、バスロマンス。はい、バスロマンスですね。はいはい。あ、バスロマンス。そう、東映あたり作ってんのかな。東映で、監督三谷幸喜で、うん。あ、素晴らしいね。すごい楽しい映画になると思う。ね、絶対バスの。で、脚本ね、はい、クドカンでもいいや。いいやとかって、なんで上から目線なの俺ね。失礼な話だよね。ね、まあ、三谷幸喜の作品ということで、うん、出てくるのは西田敏行が出てくるんですよ。鉄板じゃないですか、これ。まあ、確かに。鉄板だけどさ、多分若者だって話をしてるんですか。ああ、いや、そうほら、運転手、西田敏行。多分これ何、運転手が泣いてるんだよ。で泣いてんです、多分。あの、すごい後ろの方だったよ。あ、先に。俺の時はね。俺の時はね。いや、じゃあその前の方で。まあ、前の方で。なるっていう、まあ。なるほどね。あ、で、休憩の時にお嬢さんどうしたんですかみたいな、そういう感じの役回りだね。いいかもしれない。なるほど、わかりました。いいね、もういい、もういい。そういうロマンスって大事ですよ。うん、大事です、大事です。さあ、スポンサーさん。スポンサーさん。早い者勝ちですよ、この話のんのは。まだね、登録者数30何人だから、ね、いや、わかんないよ、登録してなくても聞いてるかもしれない。そうだね。ほら、その中にすごいどっかの大企業の社長さんとかさ、あ、これはいいかもしれない。そう、プロデューサーとかいいかもしれないよ。あ、じゃあどこにチャンスがあるかわかんないんだから。つむらの役員が聞いてるんですよ。なんでつむら、バスロマンのコラボ作品、コラボ作品、バスロマンス、バスロマンス。いいなぁ、いいなぁ。ほら、盛り上がってまいりましたね。盛り上がってまいりました。決まりだね。決まりなんだ。決まりなんだ。そう。いやぁ、楽しいね、この映画ね。そういう風な流れってのはやっぱり結構バスとかでもありますけどね、うんうん。でもね、新幹線って美しいのないんだよね、そういうエピソード。やっぱりそういう新幹線、なんでですかね。やっぱりね、新幹線はね、やっぱもうみんな寝てしまうんだね。だって1時間弱じゃないですか、うん、ほとんど。だって大阪に行くにしても3時間くらいで着くじゃないですか。まあね。そういうことはもうロマンが生まれる前に終わる。そうだね。エピソードが発す、だから結局バスって長いじゃん、時間、はい、そうするとどうしても、ね、話をしたくなるわけですよ、誰かと。うん、わかるわかる、それはわかる、それはわかるよね、うん、新幹線はもうちょっとで着くから、はい、まあいいやもう寝ちゃえみたいな感じがあるけども、あれあれ、バスはやっぱり長い時間あるから、うん、ちょっとね、人との触れ合いをしたくなる。それはある、それは確かにある、うん、ね、うん、でやっぱほら、休憩するときに一回トイレ行ったりとか、うん、ご飯食べたりしてまた戻ってきたときに転校するっていう、その時間通り戻らないと発車できないっていうね、運命共同体なわけですよ、ね、そう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 、ね、やっぱりそれがあるから、うん、一つのファミリーになるわけですよね、バスの中って。そうですよ、うん、だから意識しなくても分かる。だから意外とそのバスで、例えばね、あのゲームのシチュエーションなんかで、うん、バスがなんかバーってなんかね、崖から落ちた、そこから脱出しろみたいな感じだったら、うん、多分みんな一致団結するできる。そうそうそう。でも電車はそういかないと、まあ、あんまりなんないね、多分ね、うんうん、多分率先してなんかやる人は多分いるかもしれないけど、うん、あんまりそのなんかね、団結力って身につくっていうのはないと思う、うん、そうだね、多分ね、喋る感が来て、転がして埋めっと思うんだよ。ダメダメ、そういうこと言うとダメ、消される、消される、バンクらうから、やめなさいって今の。喋るとザク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 と言い出すからね、多分ね、緑茶さんね。もうザクザクですよとか言うだから、別に別に危ない危ない危ない、日本の話じゃないから、危ないから、日本の話じゃないから、それダメだよ、赤い国とか言っちゃ言ってないよ、俺、ね、一切言ってないよ。ダメですかね、俺が20回行った国だから。はい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 、はいはい、まあね、どうご想像にお任せ、ご想像にお任せしてね。ダメですかね、危ないですね。はい、でもね、本当そういう風なのが、まあまあそうですね、今日テーマとしては旅行ですから、うん、そう、旅行だから、ね、旅行の中にそういうのが入ってくるとやっぱりね、いい感じじゃないかな、うん、だからやっぱりね、そのバスの旅ってのはそういったね、まあ、あの和気あいあいとしたの、そうですね、だって、うん、もし電車の旅でロマンスが生まれても、うん、トレインロマンスですから、そう、つむら動かない。そうだね、バスロマンスだからね。
バスロマンスだからこそ津村が動くわけなんですか。どっかで、ね、あの津村のあのね、うん、バスロマンが出てくるはずですから、うん、あの営業担当の方、あのコメント欄にぜひバスロマン営業担当のあのダイレクトメールでも構いません。もうあの何だったら CM 枠で使ってもいいで、バスロマンスということであの CM 枠でこれを使っていただくのも結構ですから。あ、じゃあ使ったら俺のアイデアは取られたなと思えばいいようにね。そうそうそう、バスロマンス使えなかったなこいつは、あーパクリやがったなと思えばいいのね。で多分 CM には西田敏行が出てくるわけですよ。あれで西田敏行が泣きながら、うん、バスロマンスバスロマンとか言って、もしくはあの西田敏行がこれで、うん、いい話だなって泣いて、うん、あのあ今日も仕事したとか言いながらバスロマンのお風呂に入ってる。あーなるほどね。いやーもうほら、あーなるほど、もう企画一つできたもん。できたね。あーよかったよかった。どんなラジオだったんだこれ。もう時間ですよだったりして。あ本当だ。もうね、そこでもうネタなくなるかなと思ったけど盛り上がったね。盛り上がりましたね、うん、まさかのバスロマンス、ね、バスロマンスだからね、まあ、とりあえずその、まあ、旅行でね、そのバス旅行はいいですよって話だからね、これはね。だって本当に今ちょっと冷静に考えてみようか、うん、バスロマンスだよだってだいいじゃんバスロマンス。普通にさ、あの三谷幸喜だったら、うん、あのまあ、何かそういう、あでも三谷幸喜やりそうだな。やりそうでしょ、バスロマンスってやりそう、うん、で、なんかあのちょっとさ、デフォルメされたさ、バスと、うん、なんだろう、まあ多分ね、夜行バスなんだと思うんだ、はいはいはい、ちょっとね、で、あの星が散りばめられたさ、ともにさ、うんうんうん、バスロマンスっていう、ちょっとさ、ポップな感じのさ、はいはい、ロゴが出てさ、絶対本人出てそうだ。あ、出てない、まあ、出てくれて バスロマンス、ちょっと入らないと、みたいな、こんな感じで中で喋るんだよね。たどたどしく喋る感じみたいに呼吸がいるわけですよ。相変わらず CM の話をしてるわけで、ね、今俺は映画本編の話をしてる。本編の話をしてる。なるほどなるほど、まあまあ、うん、とりあえずね、テーマ旅行ですから、バスロマンスじゃないですから。そうそうそう、バスロマンスはあくまで、まあ、緑茶さんが勝手に考えた過去仮名の映画ですから。そうそうそう、これはあの緑茶さんの方にあのツイッターダイレクトメールか、うん、ね、あのこちらの方の、ね、YouTube の方で、ね、はい、コメントいただければと思います。コメントいただければね、はい、ただあれですよ、コメントもしくはダイレクトメールも必ず一番最初に RPO を入れてください。緑茶ね、プレミアム、プレミアムオツっていう、はい、ね、のをいただかないといけません、はい、あ、これはそうです、あの暗号だから、暗号聞いてくれてる皆さん、ぜひこれは拡散してください。RPO 、ね、RPO とここの、あのチャンネルと、チャンネルの、あれですから、チャンネルこの動画の URL 貼るだけで、うん、RPO って、なんだなんだってとこ送った。明らかに怪しいサイトに飛ばされてさ、アクセスしたらウイルス打ち込まれるパターンだろ、それは。絶対俺クリックしないよ、そんなの、危ないもの。ウイルスバスターこれポヨンってさ出てきてさ、危険なサイトですってさ出されるよ、そんなの出てくるね、うん、出てくる、うん、ちょっとまあダメダメ、そんなの、まあ、あれですよ、おすすめラジオということでね、うん、おすすめラジオ RPO、 そう楽しいよってね聞いてみてっていう、ね、ラジオ番組は緑茶アットレディオですからね、 RPO っていう番組じゃないですから、うん、そうそうそう、ね、緑茶アットレディオであって、うん、RPO はあくまでね、あの緑茶プレミアムオッツ、そうそうそう、緑茶プレミアムオッツってのはゲーム実況を見ていただかないとわからない。そう、まだアップしないけどねひどいねだってあれ編集するの大変なんだって、あれいろいろ言ってますからね。そう、まああとこのね、この RPO をね、どんどん意外とこれ本当あれなんですよね、あのコメントなんかにくれる方多いですから。あ、そうね、最近増えてきたね、ね、増えてきましたからね、うん、時間あたりもっと増えるんじゃないかな。そう、じわじわと浸透してきてる部分がね、RPO、ね、ありがたいなと思います。そうです、これを、まあ、RPO ステッカー作るね。そうだね、やっぱりあの500人とか、そう、チャンネル登録500人でステッカー作って、ステッカー作ってプレゼントプレゼントっていうね、うん、他にもあの LINE のスタンプにしてみたりとか、うん、RPO スタンプ、そう50個全部 RPO、 40じゃなかった、40だっけ、うん、40個全部 RPO にして、うん、あの色違いの RPO 多分ね、それ審査通んないじゃんダメらしいよ。ダメだ、うん、コピペして色変えただけでもダメらしい。じゃあ、あのちょっと違う角度からさ、そうそう、色んなキャラクターつけて、あるよあるよ、な、俺らほらキャラクターつけてさ、あ、金子ってギャッつってて、うん、このようにあるよ、特にかかってあるよ、うん、これはちょっと LINE スタンプ企画なんかもちょっとね、1000人登録したとか、うん、そういうようなものもやっていきたいなと思うんですけど ね。まあほらアプリさんが作るわけだから、はい、作るだけだから、作るだけだから、俺が作るわけじゃないから、いいと、いくらでもアイディアは出しますよ、いいと、いいな
まあいいですよ、もう、うん、もうやりましょう、やりましょう、もう、もうあれです、あのね、もしこうね、登録していただければ、うん、ステッカー、ね、LINE スタンプなんかもちょっと私40個作りますから。おー、すばらしい、頑張ります、はい、はい、下書きちょこっと絵を描く、はい、ほら、だってオラボードがさ、いやだってすごい昔のネタになってきた。そういうのを入れていけばさ、そうですね、増えるでしょ、数は増えますね、うん、だから昔作ったキャラクターもいっぱい入れていけばさ、そうですね、昔にもやっぱそういうのありますからね、うん、はい、うん、じゃあまあ今回もグダグダのまま終わってしまいますけどね、まあちょうどいい時間だね、うん、非常にいい時間で来てますよ。ということでですね、まあ一応、はい、旅行のテーマで話してたわけですけども、はい、まあ、後編はもうほとんどバスの、まあね、バスの話だ、ね、バスの話からバスロマンスって、バスロマンス、バスロマンスね、あくまでバスロマンス、ロマンスだから ね、うんね、うん、そこから津村に呼びかけるということですね。はい、それでまとまったね、まとまったまとまりました、はい、うん、ということで皆さんね、もしぜひこちらの方ね、面白いなと思ったらですね、ぜひとも高評価もしくはアルピオとアルピオつぶやいていただいて、で拡散していただいて、でチャンネル登録もしていただいて、はいね、わあ、綺麗にまとまった、今日は素晴らしい、今日すごい綺麗にまとまった、綺麗にまとまったね、はい、うん、いい感じで、うん、はい、もう一番までずっとダメだったからね、そうグラグラだったからね。はい、もうね、次回のネタ内容どうする、まあ考えましょう。1週間考えましょうね。はい、まあまあとりあえずね、はい、今回もルクチャートレディオ、はい、まあ緑からチャチャ入れしてました、アップルチャット、はい、メインパーソナリティの緑茶でございました。はい、ということで次回また緑茶とレディアでお会いしましょう。さよなら、さよなら、バイバイ。